織田の直岳、東映ん忍ばず池秋田県立近代美術館、所蔵秋田蘭画は、江戸時代における絵画のジャンルの一つで、久保田藩主や藩主を担い手とした、西洋画の手法を取り入れた構図と順に本的な画材を使用したワ洋折衷絵画である、秋田派ともいう、安永年間に久保田藩で成立したが、後継者もなく天明年間には廃れた。しかし、 その極端な遠近法は、広大の浮世絵にも大きな影響を与えたとされる。代表的な画家に、藩士、織田野直岳、藩主、佐竹諸山、その一族、佐竹義美がいる。秋田蘭画の多くは、憲本着色で駆け吹くという東洋画の伝統的な形態をとりながらも、画題の上では、洋風の風景が野生物画を、技法の上では、 陰影法や大気遠近法など西洋絵画の手法を多く取り入れており、近景に農祭の花鳥や生物を描き、円景には水辺などの風景、あるいは何も描かずに淡い色彩で距離感を示している場合が多く、縦長構図の作品が多い。また、白菜顔料であるプルシアンブルーが取り入れられている。秋田蘭が流行の背景には、徳川吉宗の蘭学奨励、 当時の南品派の流行及び博物趣味の広まりがあると指摘されている。秋田蘭華も南品派の影響を受けており、その意味からは和海洋の接中体から独自の境地を見出した画派といえる。日本における西洋画は当初蘭学の一分野として輸入された。そのため西洋画の技法研究も蘭学者である平賀源内が外国人からの直接の指導を受けることなく、 書物の総画の模写などを通して、独学で行っており、予義の意見を出ないものであった。解体新書一方、久保田藩は財政再建のための方策として、鉱山開発に着目しており、安永2年7月、玄内を鉱山技術者として藩に招聘した。言い伝えでは、玄内が兄に向かうため、角野立城下の酒造業者五池に泊まった際、 宿の屏風絵に感心した玄内がその絵の作者だという、直武を呼び、お供え餅を上から描いてみなさいと直武に描かせて、見せたところ、二重丸を描いた直武に、それではお盆なのか餅なのかわからないと言い,い、即座に陰影法を教えたという、この時直武は二十四歳、それに大衆玄内は満十五歳であった。佐竹初山、古山風景図秋田市立。 千秋美術館所蔵芸内が、兄や大館の見分を終えて、藩主、佐竹所山に廃越した後の同年10月29日に、久保田を出発、江戸へ戻ると、後を追うような形で直竹は、藩の玄内で産物よそ取り継ぎ役内し、同山形産物取り立て役に抜擢され、12月1日に、角野立より江戸へ出発して、玄内のところに帰軍した。 それまで直武は佐竹北家の家臣であったので、この抜擢により、本半直心へ取り指針したことになる。江戸期宮中の安永三年、直武は、解体新書の総画を描き、また、四ストン蝶、動物図譜などの要衝を模写することによって、従来の東洋画では定型化されていた獅子や蛇、馬などの動物表現についても、陰影をつけて、立体感を表す方法を学び、東映さん忍ばずいけず、 東大層、花鳥山水図、東大層図、江ノ島図などを描くとともに、芝公館にも技法を伝授したと言われている。直竹の絵画における弟子としては、乱壁大名として知られる、熊本藩主、細川茂方とも交流のあった、藩主、佐竹正山、北家当主、佐竹義美、藩主、田代忠角に、小木妻猿公、菅原虎吉、久保田藩御用絵師、 菅原虎像などがいる。秋田蘭和は、君臣館の一種のサロン的雰囲気の中で広まっていった。織田の直武、児童愛犬図は北市立、千秋美術館所蔵特に所山は、平賀源内や薩摩藩主、島津茂秀から絶賛されるほどの画才に恵まれ、松に、唐取図、柿畑に挟み図、竹に、文鳥図、小山風景図などの絵画の他に1778年9月、 画法考量、画取り会という日本最初の西洋画論とも言える、理論書を執筆しており、これは、秋田蘭ガの理論的支柱となっている。また、膨大な数のスケッチを、佐竹所存者成長に収めている。ところが、安永8年の末に、直竹は突然謹慎を申し渡され、翌年5月には死去してしまった。現内の人情事件との関係を指摘する説もあるが、詳細は不明である。 それから5年後に、諸山も亡くなると、秋田ランガは、下火となり、次第に廃れたが、動画の系統、下流は、芝交換に受け継がれ、さらに洋風化して、須賀川の青道伝前にも影響を及ぼしている。秋田ランガを広く、世に紹介した人物として、直武と東京の日本画家で、明治末年頃から、昭和初期にかけて活躍した、平福百水がいる。年、 百水は日本洋画書庫という大型版画集の中で秋田ラ画を紹介している。また、百水は水は荒ぎ派の歌人でもあり、以下の短歌7首を読んでいる。ありがとうございます。